い、どうもこんにちは、太郎です。今日はね、こちらの探偵アミちゃん登場、こちらをね、やっていきたいと思います。真実はいつも一つ。かわいい。期間限定に探偵アミちゃん登場が登場します。なるほど。やっていきましょう。おーい。え？おしゃべりする？びっくりさせてごめんね。かわいい。いきます。期間限定。清く正しく美しい町へ。お、チューナーくんじゃん。チューナーくん。元気元気元気だよ。一人？それとも誰かと待ち合わせしたりとか？ナンパされました。いや、一人です。え？選択肢くれない？嘘でもいいからさ。あそこにいるのは、さやさやと、ノアリン。それから、モエッチ。仲良しだな、お前ら。ねえねえ、じゃなく、なんか面白そうな匂いがすると思わない？ドキドキワクワクが止まらない。何かが起きそうな予感がするじゃーん。いいね。うん、決めた。暇を持たました、チョウナン君を、アミちゃんが連れてってあげる。マジか。レッツゴー、私の後に続け。はい、行きましょう。かわいい。カフェで、か、ん、なんとかね。なんだいなんだい、揃いも揃って暗い顔しちゃって。いやー、え、探偵だからさ、こっそり行くかと思いきや、がっつり行ったね。ちょっと驚かさないでよー。にやりみたいな。こんにちは。すっごい真剣な顔してるけど何があった？別に。ごまかすの下手か？ちょっと変なメールが私たちに届いたってだけの話なので。もう本気にするのはバカらしいほどくったらないやつなんですけどね。メール。絶対気になったでしょ、これ。マジで？生き生きしてんなぁ。生き生きしてんなぁ。お、面白いなんて話じゃないよ。うん、超怖いやつ知ったら寝れなくなるよ。え？呪いのメール。そんなに怖いメールなんですか？うん。みんなでお別れした後にいつのメールが来たんだけど。覚悟して聞いてね。なんかさ、相当ハードル上がってるけど大丈夫かな？呪いのメールです。ハードル、上げたハードルが。呪いのメール？怖いんだから本当どうしてもっていうのは見せてあげるよ。見るな、これ。信じられないかもしれませんが、実は私。幽霊なんです。怖くないんだけど。ほら、幽霊って言ってる。あ、突然こんな告白しちゃってごめんなさい。驚きましたよね。ノリ軽いな、幽霊。一つお願いがあるんです。このままだと私きっとみんなに忘れられちゃうから。企画部の仲良し3人にこのメールを送って私のことをもっと知ってもらいたいんです。いいですよね。ね、ね。やってくれますよね。切実やな。でないと私直接お願いしに行っちゃいますか。どうしよう、直接お願いされちゃうよ。来るわけじゃないですって、本気にしちゃダメです、ほんと。なんちゃって、ちょっぴりマジなテンションになっちゃいましたけど。人、サーガさん幽霊な、軽い気持ちで転送しちゃってくださいね。ちゅ、怖くない。どうしよう、全然怖くない。さやさや。浮きのメールだよね。そうですね。気味が悪いですよね。ノアリン。一体何なんだろうね、このメール。ね、ノアリン。あれ？めっちゃビビってるじゃん。いたずらだと思うけどな。本当なんだよ。このメール受け取ったら、てから大変な目にあったんだからね。本当に呪いの、幽霊がノアのところに。真に受けちゃダメですよ。幽霊なんているわけないんですから。顔がマジになってるぞ。このメールが来たすぐ後のことなんだけど、受け取ったメールを眺めてたら、ふと何かが動く気配がして、猫が横切ったとか、そういうことですよね。違った。大きな影がゆらゆらと。
いやー、どうしたの今のは叫んだとかじゃないの。かわいい。どうしよう。オーバーだな、うんうん、きっとシーツかなんかと見間違えたんだよ。うんうん、うん、違うもん。あれは絶対見間違いなんかじゃなかったもん。そうよ。あの後大丈夫だった？あんなメールくらいなんともありません。嘘だ。絶対怖がってた。チケット仕事しすぎだろ。くそ可愛いんだけど。映画すぎてあくび出ちゃうくらいですよ。嘘だ。よかったね、さあや、何も分からなくて。よかった、本当に何もなくて。お前はどうだった？ちゃんと落ち込んで帰れた？ね、もう一致。はい、ちゃんと帰りました。こいつは平気そうだな。メールが届いたのは部屋にいた時です。ほらほら。どうなんだ？ああ、ノアもすぐに帰ればよかったな。よかったね、萌え。一人の時にメールが届かなくて。どうしてですか？でもきっとその夜は怖くて仕方なかったでしょうね。かわいそうに。なんだ、こいつら。パンパカパーン。ここで皆さんにご報告。呪いのメールなんだけど、実は、許せない。え？こういういたずら許せないわ。まさか出るに出なくなったか、これ。私は怖くないけど、ノア先輩と萌は怖がってるし、やり方が演出よ。私は怖くないけど、そこ強調するな、お前。だから。私は怖くないけど。やばい。とんでもない。私は本気で怒ってるよ。こういうことするやつなんて、グイッと踏んづかまえて。1時間くらいね、くすぐりの刑にしてやればいいんだよ。ゆるい。焦ってるぞ。実は犯人こいつだろ。ノアなりは、ん？うん、ノアは何より安心したいな。呪いのメールが偽物だって分かったら、怖い思いもしなくて済むんだけどな。ちょっと待ってね。今回あれだな。待ってろって言われたから待ってるけど、話が結構長いっていうかしっかり作られてるね。新しいギャグの練習でしょうか。のんきなやつね。お！かわいい。え、私たちはなんかね、何なんですかその学校。演劇部から帰ってきたのなんか頼もしい感じしない？改めて言おう。犯人はこの中にいる。まるで犯人がこの中にいるってすでに知ってるような口ぶりですよ。いや、嘘、ごめん。やだな。今のほら、見てってよく口にするお決まりのセリフじゃん。先輩、このメールまさか。そう、嫌な予感がするで、さっきから。聞いちゃいない。先輩。現場検証って何？興味なくなってる、こいつ。かわいそうによっぽど怖かったのね。まあ私はちっとも怖くないけどね。お前はもう言わない方がいいぞそれ。ふむ。お、ムートングは雨に反応していたようだが、俺のメールが関係してるかも。だにゃ。あからさまに様子がおかしかったか。おかしいってレベルじゃなかっただろ。放っておけないよ。水の悪影響から解放して雨を元に戻してあげるにゃ。行きましょう。探偵になりたかったから事件作ったとか、そういうオチかな。じゃろーん。で、スイッチ。アミはマイペース。おはぴっぴー。かわいい。行きます。久しぶりやな。始めましょうか。まあ、最初だし、オートでやるか。やったわ。ん？やったわ。いいね。バトル2。やったわ。ゼロって。ゼロって。
けないよ。ゼロって。おい、必殺使います。これでどう？この調子？かわいい、翼ちゃんが。このまま弓くんに進んでも、ホエノイズもできない。なるほど。ちょっとなまってたみたいね。久しぶりです。44秒。ドレスペルでフィニッシュ。達成。結構やってる人いるね、今回。ストーリーいきます。おはピッピー。ハロルも一緒に。お、おは。声が小さいからシンバルで会話無理だよ。ウケるね。この部活入りてー。先輩、呪いのメールの調査、どんな感じですか？気になってるよね。ぼちぼちってとこかな。そうですか。仕方ないよ。あんなにあっさりと解決できるわけないし。網だし。網だし。最後の聞き捨てにならないよ、ノアリン。真実は大まかに言って、だいたい一つ。ウケる。まったく。許せないわ。寝れない子だっているかもしれないのに。あう。それにこのメールが本物なのかどうか、メールが偽物って分かれば安心できるんだけどね。だよね。ノアリンの言う通り、私もそう思って、スペシャルゲストに協力アゴにすることにしたんだ。今度は一体何？気になるね、まあ、一応。大体のことは、科学で解決、困った時は彼女に泣きつけ。一人目のスペシャルゲストは企画部の理系代表、三島、青っちー。出た。プラズマだな。こういうのは大体プラズマだよ。青先輩。なんとかお願いします。私はともかく怖がってここいるんです。こいつのキャラが出てきたね。なんか。なんとかして、青っちー。ねねっち、青っちだよね。アッチ見てほしいのはこのメールなんだけど。メール？お願いします、青先生。呆れてる。見るだけでいいから。ねえ。継続極まりないな。一体何なんだこのメールは。品がなく。知性もなく。ぬ、ね、取り留めもない。な言われてるぞ。先ほどから何の顔芸だね。そういう分析はいいからもっとパパッと証明してみせてよ。なら話は早い。メールの送信元を割り打ちば誰の仕業なのか見当もつくだろう。いえ結構です。やばい。なんで途中で返しちゃうのさ。送信元の解説、解析、いい案だと思ったんだけど。ダメダメ。最近は個人情報とかの扱いがとっても厳しいじゃん。だから。それで、あっちが逮捕なんてされたら申し訳ないからね。今の家結構です。めっちゃ面白かったわ。とにかく、検証はまだまだこれからだよ。この世の不思議は彼女と語らえ、よく当たると評判の占いにも注目だ。二人目のスペシャルゲストは、企画部のしぎちゃん。月島、ルイルイ、仕切り直してご紹介、ご登場いただきましょう。どうぞ。こんにちは。普通。次はスピリチュアルですね。これで行きましょう。ルイ先輩。呪いのメールを怖がる子のためにも、よろしくお願いします。ノアからもお願い、ルイの不思議パワーでパパッと解決して。あら。二人とも相当怖いの。私がここに呼ばれたのは呪いを検証するため、そう聞いてるわ。これだよ、ちょっとこのメール見て。そうね。なるほど。
実際こんな話が、もっと怖い話来るぞ、これ。もう聞きたくないよ。ノルルメールよりもこっちの方がよっぽど。うかつな気持ちで手を出したために死者の怒りを買い、そのまま。ルイルイ先生でした。皆さん拍手で送りましょう。小田切さん。まだ話は終わってない。なぬ？うんうん。ちょっと寝れる気がしないよ。しっかりしてください。私呪いの真偽は分からなかったね。先輩の話が分かったよね。こっちかな、下かな。はぁ、あ、嘘でしょ。あまりに送らなくて怒ってるだけよ。ノルヌメルとかマジ勘弁してくれって感じだよね。いい加減にしろっての。辛い。辛そう。お前はノア先輩見ませんでした？今日は学校休んでるみたいだね。どうしちゃったのかな？ノルヌメルのせいで。ありえない話じゃないです。萌えならショックを受けて寝込んでも無理はないです。え？私なら平気ですけど、こういうのに弱い子がいるのも事実ですしね。マッチが先輩、やっちゃったか？卑劣な犯人め。もう後に引けなくなってる。もう。どんどん騒ぎが起きてなんていくね。しかし一つわからないのは、どうしてアミは呪いのメールを偽物にしたいんだろうにゃ。確かに。このメールの目的は本当にみんなを怖がらせることなのかにゃ？おー、そういう考え方もあるのか。行きましょう。始まった感がすごいな、この音楽。レッツゴー。さて、始めましょう。始めましょう。ノルヌメル真偽を、真相を探るにゃ。すべてのことに意味がある。やっていきましょう。いい調子だね。やるか。いい調子だね。うん、やったわ。へい、それ、よ、負けないよ。おい、決まったな、カウンター。こっち厄介だね。カトルさん、左左こっち、こっち、どうか。ふい。あ、必殺技フィニッシュすればよかった。間に合わないよね。間に合わないよね、これ。もういっちょ。これなんでどこにいるんだにゃ。めっちゃ怒ってる。これは一度本人から直接聞かないとダメかも。なるほど。ちょっとなまってたみたいね。必殺技フィニッシュすればよかった。忘れてた。おはピッピー踊るな。ああ、困ったな。困ったよ、ほんとに。さやさやとノアリンを安心させることにも失敗。嘘が嘘で塗り固められていって、どんどん大変になっていくね。知ってる。それ知ってた。どうしたんですか、先輩。いつからそこにいたの？びっくりしたな、もう驚かせないでよ。ちなこんびっくりしてるのがアミちゃんの役割なのに。これじゃ逆だよ、もう調子狂っちゃうな。メールのことで悩んでましたよね。突っ込むぞ。な、何のこと？アミちゃんわかんないな。このアミちゃんに悩みがあるって、ノンノン。いつも元気なアミちゃんは悩みなんかとは無縁なの。
それは心の準備ってものが先輩相談に乗らせてください。だからそう、本当に。はあ、そっか、なんだそういうことか。バレてて最初からどうしてこんないたずらを。みんなを楽しませたかっただけ。なるほどね。共通の話題でもできればね。みんなが驚くようなことして、それでみんながびっくりしたってわいお話とかしてくれれば、そういうなんかちょっとした素直な気持ちから始まったんだね。でも今更謝るに謝れないよ。もう一もショックで体調がおかしくなったみたいだし。僕は先輩のザが好きですよ。え？もうちょっとね、好きになりそうだね。よし、探偵アミちゃん作戦続行してそのまま乗り切っちゃおう。ふむ、そう、またみんなで笑い合いたい。倒ししてあげましょう。6。ストーリー的にはこれで終わりかな。モアちゃん全力でいくよ。アミがみんなを楽しませたい気持ちはよかった。そうだね。左、左。いや、どう。うい。いや、それ、行くわ。へい。いざ。それ。行きましょう。多分ね、取らなくても大丈夫。タイムボーナスのがなんか僕は気になりますね。へい。せい。行くわ。このイベントに関しては。食らいなさい。だから右。ひたすら右。一歩にゃ。よし、行きましょう。だいたい左に敵はいたりすると思うんだけど、いきなりです。おいりゃ、これ倒せるか。強いな。これでどう。マジか、ちょっと殴っときゃかった。はい、ウィン41秒。下差で倒せるようになりたいですね。ウィン強敵だったにゃ。どんだけ言いたくなかったんだよね、本当に。いい経験になったわ。じゃんじゃんじゃん。集会の日々が始まるな、また。ゲイ。はい、じゃあ最後のストーリーですかね、見に行きましょう。アミちゃんどうやって解決するんだろうね。翌日。あ、先輩、もう登校して大丈夫なの。はい、ご心配おかけしました。もえっち来てたんだ。師匠師匠だったんだ。元気じゃないかもです。まだ病み上がりです。こほ、そんなに大変な状態だったの。辛いんだったら無理せずにもっと休んでた方がいいよ。いえ、ご心配なく、ただの風邪なので。風邪だったか。大丈夫？まさか、呪いのメールにショックを受けて。それがどうしたんですか？あれ？あれだね。はい。こいつ気にしてないっていうのが分かった途端。天気の話をしたときは、だいたい話すことがないときなんだよね。こほこほ、あ、大丈夫？無理しないで。すみません。私なら本当に大丈夫。こほこほ。ごめん。師匠。師匠。
ついに言ったか。知ってます。知ってた。もっと早く打ち明けてれば、もうエッチも。マジで？遅。なんで？メール見た時から師匠なんだなって分かりました。あ、かわいい。メール。差出人は不明。これは師匠から。やはり師匠面白いですね。だから。楽しい気持ちになりました。思いは届いてたんだね、ちゃんと。俺のメール、面白いアイデアですね。さっきも言ったのがただの風邪です。よかった、よかったね。ちっともよくないよ。この二人がいたか。もう？アミ先輩だったんですね。二人とも本当にごめん。本当はすぐにネタバラシするつもりだったんだけど、言い出しづらくなっちゃって。でも二人とも安心するかなって。全くもう素直に言ってくればよかったのに。ごめんってば。なんで？どうして黙ってたの？お二人師匠の面白怪談を楽しんでいたのではないのですか？私から言うのも変なので黙っていたのですが。はぁ？本当に怖かったんだから言っちゃった。そうよ。あれ？気のせいだったのかな？怖がらせるつもりなんて本当なかったんだけど、楽しませたかっただけ。みんなでワイワイ。みんなでかな。そうなんだよね、ほんとそれが全て。計算外だったのが私のメールのクオリティが高すぎたこと、低かったよ。文才がすごすぎたせいなんだよね。ほんとにごめんね、ペロ。かわいい先輩。目が怖いよ。みんなを転がして報い、先輩に向けてもらう口調はありませんよね。落とし前か。よく覚えてるね。アミ先輩。たんまもうコリコリだよ。ノロアチとのアミだったか。笑わせるためにはまず自分が笑ってみせる。さすがです師匠。いい弟子を持ったな。アミにも困ったものだにゃん。これに来れて少しはおとなしくしてくれていいんだがにゃ。そうだね、笑顔になれる。にゃっふっふ。ハッピーエンドなのかな。お、事件のあるところにアミちゃんあり。アミちゃんの行くところに事件あり。アミちゃんの手にかかればどんな事件もたちまち迷宮入り。大丈夫かこれ。迷宮じゃなくてたちまち解決。メタンとアミちゃんにお任せあれ。面白い。はい、頑張ります。はい、頑張ります。あー面白かった。はい、ということでね、名探偵、名探偵じゃない、探偵アミちゃん登場のストーリーでした。これからね、先イベント周回プラス、まあ、クエストにもね、挑戦していきたいと思います。ではまた、よければご視聴お願いします。やったね。バイバイ。